これもいつかこう取り引きするんですかやっぱり、うん、10センチ以内に、うんうんうん、綺麗ですねやっぱ幹肌がまっすぐで、うん、そう一緒に取りに行ったじゃん、うん、ケヤキ、これケヤキですか？ああ、そうですね。今年、あ、来年も、もう巻くんですか？ケヤキの種。うん、あるから巻こうと思ってるけど、うんうんうん。ケヤキやっちゃうと、他のものを手かけられなくなっちゃうんだよ。ああ。あの、手間がかかるから。そうですよね。うん、これはもう完成品ですもんね、サイズね。うん、まだこれに、うん、これがあの根がね、うんうん、しっかりしてないから、うん、ここに、今年巻いた、うん、木を、ね、通して、うん、根をこう足していかなくちゃいけない。根を足していくんですか？うん、あのね、まあある程度粘りが、あ、8本までいかなくても、うん、4本ぐらいの粘りにしないといけないから。あ、そこまでやっぱりやるんですね、うん、そうするとね、うん、土の中のことってさ、うんうん、見えないから、うん、それを評価してくれないんだみんな。ああ、そうですよね。そこまで本当手間をかけているのに、うん、やっぱり、ね、値段を言うと、うんうん、値段を言うと、うん、それは高いって言われちゃうんだよ、うんうんうん、だもっともだよな。中のそのどのくらい手がかかってるかっていうのは、うん、その上からじゃ見えねえからね。でも説明しないとそこまでね、わからないですもんね。まあだからこそいいものができるんでしょうけどね。普通、昔の人は、うん、上が5で下が5だって、うんうん、合わせて10だって、うんうん、そういうふうに言ってたけどね、うんうんうん、だけど、うん、その下の方の5はなかなか見てくんないよ。じゃあちゃんと説明した方がいいですね。そこまで手をかけてこういった素晴らしい商品ができるんですよっていうことをね、うん、説明しても分かる人と分かんない人、うん、まあまあそうですね。去年だか一昨年だかね、うんうん、こういう楓を、うん、アメリカの人も見て、これはもう粘りが良くてまた買いに来た。すごいですね。下のことは、うん、みんな分かんない、うんうんうん、半信半疑で買ってったんだけど、うんうん、根を見たら、うん、びっくりしてまた買いに来た。そのアクルトシも買いに来た。すごいですね、常連さんですね。うん、だからなくなっちゃったその、うん、いいやつ、うん、そのぐらいね、あの根さばきっていうのは、うん、あの大事なことなんだけど、うんうんうん、大事なことなんだけど、そのお金に結びついてこないから、うん、みんなやんねえんだよ、うん、だけど盆栽屋はそこまで本当はやんなくちゃいけないよね、うんうん、そうですよね、うん、全部こうやってね、お椀を逆さに伏せたような状態にして、うんうんうん、根を作る、うん、根を作る、うん、それでこっから出た根をほんのこのぐらい切り残さないよね、うん、あとは全部こう植え付けるときに、うん、土をこう八分目まで植え置いて、うん、そこへ伏せて、うん、その上にサラサラっと土を入れて、うん、それで終わりだから、うん、つついたりなんかしなくても大丈夫なようにして植え付ける、うん、まあ、やっぱりこういうのもね、うん、愛好者から教わったことでさ、うんうん、そう大事なことはね、うん、愛好者はもうとことん突き詰めてやるから、うん、僕なんか愛好者に教わったことって全然あるよ、うんうんうん、でも矢島さんもね、すごく挑戦していく、新しいことにチャレンジしていく、うん、ますもんね、うん、人の言ったことをさ、うん、素直に
聞いてさ、うん、まず試してみることだよね、うん、それが大事だよね、うん、あのいやそんなことないやじゃあそこで終わっちゃうからあ確かにそうですね、前に進んでないですからね、それだとね、そうなの、うん、こういうの木の割に、うん、このこれがあの粘りがすごいでしょ、うんうん、出てますね、これは、うん、これは今はそんな、うん、そういう仕事をやってないかもしれないけど、うん、ここまでになる間に、うん、一度か二度そういう俺が今言ったような仕事をしてあるからこういうふうになってる、うん、すごいあのたくさん粘りが本当に、うん、出てますもんね、綺麗に、これをそういう仕事をしないで、うん、あの普通にやってたら、うん、こういうふうになっちゃう、この部分がこういうふうになっちゃう、あそれで終わりでみたいになっちゃうんだ、うん、そう、このここの部分がね、うんうんうん、こう引いてるっていうことは、うん、そういう仕事をちゃんとしてやったら、あ本当だ、これ引っ張ってるってこういうことなんですよね、うん、そう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 、普通だったら手のこういう感じになっちゃうってことですか、うん、へえ、そういう仕事を、ね、してやる、うん、言わない限りやっぱりなかなか分からないですよね、うん、そこまでの仕事をやってるっていうことがね、うん、伝えていかないとダメですね楓は面白いよ、そういう意味ではね、いろんな仕事ができるから、結構じゃ あの同期の中でもいじりやすいんですね、いろんな形に変わっていくし、うん、いじりやすい、すごく面白い、ね、ほらこの前言ったっけ、うん、こう枝のこういう部分を取り消して、うん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 、云々ということを言ったでしょ、うん、言ってましたね、ああいう仕事もできるしさ、面白いんだよ、うんうん、だから結構人気があるんですかね、もみじはね、うんうん、そんなところだね、はい。